レオンです。今回もね引き続きシリコン塗油ね作っていきたいと思います。昨日塗ったんだけどね、で今回2回目塗るんで、そのためにちょっとシリコン塗油ちょっと作るんでね、電源入れて 150g 作るんだけど、昨日はシリコン2回ちょっとやったんだけどね、2回目120だったかなグラムです。シリコンがね 30g で、灯油が灯油が 90g だったかなで、120だったから残りの30をシリコンにしてんだけど、2回目はね。で今日はね150だから分かりやすいようにね、灯油を 100g シリコン 50g にしようかなと思って、で合計 150g にしようかなと思ってね。昨日でも結構足りなかったな、リアのね後ろ側ですね、ちょっとオーバーしたな、ちょっと戻そうか。話しながらちょっとやってたから、こういった場合は常温でペットボトルに戻せばいいかな。リアの後ろ側ですね、左側が一番ひどいんだけど、あれ最後に塗ったんだけどちょっと足りなかったからね、リア塗るときに。だから今日リアから塗ろうかなと思って、別でだいたい 100g なんだけどね、99で1本だからちょうど100ですね。リアをだけ塗る動画撮って、でその後に3本のやつ撮ろうかなと思って、その前に1日シリコン塗った後の1日経過した動画ちょっと撮るんでね。乾いてるけど大丈夫かな。大丈夫みたいですね、まだ1日も経ってないから。1日は経ってるか。これあと 50g これシリコン入れるんで、これも少ないんじゃないかな、今日使ったら。一応まだまだ入ってると思うんだけど、これ分割しないんでね、混ぜる前に一旦切ったんだけど、で混ぜて終わってから1本取ったんだけど、ちょっともう編集するのめんどくさいから、もう1本ちょっと完全に混ぜなくてもいいと思うんで、で塗るときにもう完全に混ぜて液状になってるから、今から塗るっていうようにやるんで、あとで今ですね、これで一応 OK なんで、こういう感じでテープで一応こうやって止めとかないとさ、どんどん溢れてくるから、溢れるんでどんどん出てくるんでね、これで一応混ぜるんだけど、こうやってこれ150だからだいたいこうやって軽くね、例えばこれシリコン塗油タイヤ4本にの側面にひび割れの部分に塗って、仮に余った場合は絶対に排水口には流さないようにしないといけないんでね、これも常識なんだけどね。給油所かどっかで廃油のあれがあるんで、廃油缶ってあるんで、ドラム缶、廃油ドラム缶があるんで、そこにお願いして、これお願いです処理してくださいっていうように、処分してくださいっていうように依頼しないといけないんで、こういう感じで一応混ぜるんで、昨日より多分多いんじゃないかな、灯油が。昨日 90g、 今日 100g 入れてるからね、昨日よりは若干柔らかめな作りなんだけど、
こういう感じで今から塗るんでね、2回目の左側の、後ろのリアの左側ですね、あれ塗るんで、まずたっぷり、昨日塗れなかったからあんまり、他の3本のタイヤに比べればね塗れなかったからちょっと塗っていくんで、ちょっと1日経ったのちょっと見てないな、亀裂が入ったやつは亀裂に塗ったの、直接シリコン塗ったやつには塗った後に2時間ぐらい経って見たんだけど、シリコン灯油塗った後はまだ見てないんで、だいぶでも柔らかくなってきて、溶けてきてますね、シリコンが。まだ完全には溶けてないんだけど、こんな感じでもう5分もう6分の動画になってるんで、はい、今回ね2回目のねシリコン灯油をね作ってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。下駐車場ね、周りの人もいるからさ、あんまり来ないけど、ちょっとやっぱ気使って塗ってるんでね、なるべく手早く塗るようにしてるんでね、これいつものハケもうかなり汚れてるんだけど、これ使って塗るんでね、はい、失礼します。